こんにちは、ナオトです。今回は、チャレンジロード、こちらを、スキップせずに、1から、高速で、やっていき、高速のオートプレイでやっていきたいと思います。ロード1からやっていきたいと思います。こちらですね、自分はいつも、スキップしてやっちゃうんですけど、今回はちょっと時間に結構余裕があるんで、ロード1からやっていきたいと思います。こっちはクイックで、選択していきたいと思います。多分キャラの方は多分全部揃ってると思うんで、そのチャレンジロードに対応させるためのキャラは全部あると思うんで、その、SR とかそういう選手は全部やっぱ今覚醒とかも結構あるんで、潜在覚醒とか結構あるんで、一応自分の中では、キャラを、残すようにしてるんで、じゃあとりあえずステップ1をやっていきたいと思います。あ、ここら辺久しぶりですね。最初からやり直すっていうのは久しぶりです。やっぱりガチャチケット SSR 確定のガチャチケットっていうのが欲しくて、やっぱスキップして毎回やっちゃうんですけど、でもちょっと今回はね、もっと白熱した素晴らしいサッカーができると思ったのに、最初からやっていきたいと思います。で、最初をクリアしました。で、自分もそのやっぱ SSR確定チケットがすぐ欲しいっていうのがあるんですけど、でもやっぱこのね、夢玉をやっぱ最初から取れるっていうことを考えると、やっぱ最初からやった方が、確かに最初からやるとめんどくさいっちゃめんどくさいんですけど、でもまあ夢玉手に入るって考えると、初めからやった方はやっぱりいいんじゃないかなってちょっと思いまして、で、まあ高速プレイでやればサクサクっと終わるんで、まああんまりめんどくさくないかもしれません。じゃあステップ2やっていきたいと思います。まあさっきと変わらず技能パでできるんで、余裕で勝てます。ね、オート機能使えばなんていうんですか、ここまで力の差がなければ、余裕で勝てます。で、この場合能力突破のイベントとかも行くぜ、それ突破、技能パー、やった、力パー、全部面白オートプレイでやってるんで、
まあそれでも負ける時もありますけど、大体もうオートプレイで勝てるんで、それだけあの力パー、技能パー、速パーのメンバーっていうのは大体もう全部80万台で揃えられるぐらいのメンバーは揃ってるんで、よし、なんでまあ大体自分はイベントとか大体オートでやっちゃいます。次はロード3ですね。でこちらになると技能じゃなくて今度は力属性11人になりますね。でこちらも力にしていて、こちらでチーム編成をクイック編成でこちらで任せます。でこちらね、力パも結構揃ってるんですけど、やっぱ外国人がちょっと多くて日本人はあんまないんですよね、ゲットできてないですよね、だからこのフォーメーションが一番外国人プラス10、海外選手オフェンスプラス10になっちゃうんですね。これだとでも今度中盤が3枚になっちゃうっていうのはちょっと悲しいんですけど、あと力パンの翼がないんで、自分前1回南葛王者南葛持ってたんですけど、それなんですか、移植しちゃったんで、それでなくなっちゃったね。今持ってればまあ三崎リバウルとのコンビで使えたんですけど、それでディアスをトップに持ってきたりそういうのもできたんですけど、だからこの三崎とのネオツインとこのリバウルのオーバーヘッドコンビネーションとかツインシュートとかシンゴールデンコンビとかが使えないっていうのはちょっともったいないんですよね。でまあここに入ってないですけど PL とかパスカルとか持ってるんで、まあそこでディアスやナポレオンと、コンビネーションっていうのは使えるんですけど、まあこの状態でもまあね、このチャレロは余裕でいけるんで、じゃあこちらでいきたいと思います。サクッといきます。まあね、所詮はこんなものか。あればまあね、余裕でいけます、ね、今度は後半第3回逆転勝利しよう。まあこれも多分オートでいけると思うんですけど、でいきたいと思います。とりあえずここから逆転しないといけないので、勝負はこれ
った1点ですね。ギリギリですね、これ結構。ここは危ないですね。勝負はこれから大変。なんとか大事ですかね。結構オートなんで、ちょっと変なプレスしちゃうと、もたついちゃうと、失敗になっちゃうんで。じゃあ次はロード5。こちらは速属性11人ですね。でこちら機能仕様でやっていきたいと思います。まあここら辺も速属性11人とか結構揃ってるんで、まあ自分は一応メインは速属性なんで、こちらでいけんのかな、こちらでいっていきたいと思います。一応自分はね、速属性でガチが速属性なんで、まあ本当はねやっぱり、まあ自分の動画の方で上げてると思うんですけど、今欲しいのはドリフェス翼と、ドリコレ石崎、あとそうですね、幻見すぎ、あと中盤で言えば速パーの弓倉、ここら辺、まああとはたけし、そこら辺が欲しいですね。でもなかなか当たんないんですよね、特に確定チケットとかだと余計ね、レオのかぶりとかそういうのも出てきちゃって、なかなか当たんないです。じゃあ次はロード6、こちらも行きたいと思います。こちらもサクサクと、この今シェアしてもらったこの友達のこのこれもいいですよね。まあ今自分がメインにしてるこの翼、こちらもね、トータルでは弱いんですけど、シュートとパスはパスに特化してるんで、そこはねすごい使えるんですけど、でもまあね、やっぱ全体的な総合力を考えると、やっぱドリーフェス翼、あれがすごい欲しい。あれを入れることによってやっぱり相当ね、やっぱ全体的な能力っていうのは相当上がるんで、やっぱ欲しいですねあれは。でも自分はこの速パで揃えてる中で、やっぱり速属性日本人プラス 45% 乗るようにもうなってるんですよ。なんでやっぱり弱いキャラクター、弱い日本人の速属性でも 45% 乗るんで相当上がるんですよね。まあ、イベントで手に入れた速属性のたけし、トリッドシュートとか入ってる、持ってるたけしなんですけど、こちらも 45% 乗ると相当強くなるんですよ。シュート中も能力突破したりして、
1万超えたりするんで、なんで全然使える選手、使えるキャラになるんで、だからやっぱり42本パー、プラス45パー乗るとすごい強くなります。なんでやっぱりね、自分は速属性はやっぱ2本パーで全部揃えたいんで、できればねやっぱ強いキャラをやっぱゲットしたいです。でこちらですね、ロード7、こちらをやっていきたいと思います。こちらなんかフォーメーションが限定されてるみたいなんですけど、まあ限定されようが、まあ関係はないですね。自分にはあんまり関係ない。まあこっちでいいですかね。これで、まあ、サクサクっといきます。じゃあいきます。勝利だ。リバウル、これはかなり使いますね。やっぱ自分もドリフェスでゲットしたんですけど、やっぱりこのリバウルはダブルポジションなんで、フォワードで使ったり、オフェンスで OMS で使ったりできるんで、やっぱこれでね、やっぱ速読点プラスとか入れると、まあ、パラメーターの方も上がるし、あとイベントとかでゲットできる新ゴールデンコンビとか、あとスカイホークスとかを伝授して使えば、もっと攻撃の幅が広がるんで、あとはサブマリンディフェンスとかも入って持ってるんで、かなりその前線からボールを奪ったり、あと最近リバウル の, イベントでもパスカットとかもゲットできるようになってきてるんで、まあそちらを移植したりできるんで、かなりいいですよね。ちょっとこちらを売却したいと思います。結構もういらないのが多いんですよね。ここら辺も結局なかなか使わないんで、もう今イベントの方で結構マックスにできるんですよね。でコインの方が結構残ってるんで、まあ、自分もそのフォーメーションをもう一個ぐらい取りたいんですけど、ちょっとね残りの時間で取るっていうのは結構難しくなっちゃいますね。で今度ロード8、こちらをやりたいので、 SR 以下の選手でやるしかないんですよね。でもまあ自分は持ってるんで、こちらでやりたいと思います。結構 SR とかで限定されたりすると結構難しくなっちゃうんですよね。でまあ大丈夫だと思います。じゃあ行きます。
結構かぶりのキャラとかでもあんま確かにそろそろ蹴りをつけようか、こういうチャレンジロードのために移植せずに残しといた方がいいかもしれないですね。こういうやっぱ SR とかで限定されちゃう場合っていうのはやっぱ必殺技とかをそういう強いキャラとかの強いシュートとかをこういう SR に移植伝授したりした方がこういうチャレンジロードとかで使っクリアしやすくなるんで、やっぱ強いシュートとかを持ってた方がゴール入れやすくなったりするんで、だからあんまむやみに何でもかんでも強いキャラに強いシュートを伝授っていうのをそればかりしない方が、こういうチャレンジロードとかのためにSR の選手にキャラにこう伝授した方がいい場合もあるんで、だからあんまむやみにやっぱ取っといた方が、かぶったキャラでも強化のために全部使うんじゃなくて、やっぱ残しといた方がこういうチャレローのために、だからあんまりやっぱりかぶりキャラっていうのもやっぱ結構、大事に残しとくっていうのも長い目で見て潜在覚醒とかもあるんで、そういうことを考えるとやっぱり、大事ですね。残すっていうのが一番大事ですね。